ロシアのデフォルトですが、国がデフォルトした場合、その後はどうなっていくのでしょうか。ロシアは実は今回、デフォルトが確定するのは4月4日からの1ヶ月後ということに今なるんでしょうね。ですけれども、ロシアは1997年のロシアショックの時もデフォルト認定されていますし、その他やっぱりアルゼンチンですとか、いろんな国でやっぱりデフォルトした国は数々あるんですね。あるんですけれども、それでじゃあ国がなくなったとか、そういうことではやっぱりなくてですね、結局デフォルトするってことになると、国の信用は当然失われるわけですね。どうなるというと、しばらくはデフォルトをしてしまったらですね、国際的に取引もできないというようなことも広がるわけなんですが、今回の場合は、ウクライナへの侵攻によって、いわゆる制裁でもって、デフォルトに追い込まれたっていうのが本当のところなんでですね、この問題はですよ、侵攻が終わり、戦争が終わった後の処理がどうなっていくのかっていうことで、かなり分かれていくんだろうと思うんですね。ですから、どうなるかっていうのを、最終的に予測するのは非常に難しいんですけれども、デフォルトしたらば、デフォルトしたで、ロシアの国債を持ってた人が、損をして終わりということになるんでしょうね。